西ホールディングスは会員制ホテル事業に参入し北海道や箱根伊豆など全国のリゾート地におよそ20施設を作る方向です2019年度から所有するおよそ1億3600万平米の土地に年間1か所ずつのペースで建設し投資額は1000億円から最大2000億円になる見込みです。国内のの会員制ホテル市場は伸びていて、て、いこれまでのノウハウハを生かして 富裕層の需要を取りり込む狙いがあります値段は他の会員制ホテルと同じ水準に設定し初期費用が700万円から1200万円年会費が15万から20万円とする方向です。